メリダに無事到着。今回はあの ATS っていうのに乗ってきました。というわけでメリダまでバスで移動してまいりました。はい、カンペテ州の2番目か3番目に大きいエスカルセガっていう町からウィーンとワープしました。2等バスでね、今回は。そうでも乗り心地良かったね。全然え、クッションが良かった。いやあの、何リクライニング倒れへんしさ、あークーラーの温度マジでバグってたしさ、全然寝られへんかった。もう今めっちゃ眠い。そう、めっちゃ今すぐ寝たい。個人的にはすごい、お、めっちゃいいよみたいな。多分めっちゃ疲れてたからすぐ寝れたっていうだけか。じゃああとは荷物代がね、いらないはずがかかったせいで一等バスとほぼ同じ、あんまり変わらん値段やったっていう。やったらもう一等バスでよかったんやけど。間違いない、最初から言ってくれよみたいな。そうや、もう受付の人なんでやみたいな。受付の人が悪いのかバスのうんちゃんがなんか分からんけど、逆にそこが揉めてた。逆に同じ会社ちゃうかいみたいな。一等バスだと自転車の追加料金かからないんです。そうね。で、2等バスとかコレクティーボはかかるから今まで避けてたんですけど、うん、今回聞いたらかからへんって言われるから大丈夫って感じやった。もう結局まあまあの乗る直前に、そう、まあまあの追加料金かかって1等バスと変わらへんやんのもあって、そこからのリクライニングできない、冷房をガンガンすぎて寝れないはちょっとまあまあイライラしてました。まあね、でも特にね、何事もなく、ユカタンは基本的にすごい治安がいいらしいんで、まあ、あの日本と比べてとかじゃなくてメキシコ比なんであれなんですけど、もちろんね、注意必要は必要なんですが、比較的治安がいい方っていうこともあって、バスも特に何もなく、着いた街もすごいいい雰囲気で、はい、パンク、またまたパンクでした。悲しい、なんでや、なんでパンクするんや、君は。乗り方が悪い、乗り方が。え、乗り方が悪い。せっかくメリダに到着したと思ったらペシャンコのタイヤになってた。悲しい。で、気持ちいい。今から修理ですか。パンク修理ですね、今から。パンク修理をしようと思ったら話しかけてくれたおじさまが、今日はマヤのクリスマスって言ってね。マヤクリスマスみたいな、マヤのビッグイベントが今日はあって、うん、セントロに行ったらいいよ、今日の夜、夜にメインのイベントがある、うん、そうやね、持ってるな。YouTube とか始めた方がいいんちゃう。日本って言ったらえーって言われてたやん。それは日本が遠いから。そういうこと？顔が黒すぎてかと思った。焼けすぎやみたいな感じかと。すでに間違えられてるのがなんだろう。もうパンク早直せ。とりあえずどこ行く？野口英世さんがメキシコをメリダの地で研究をされてて、その記念の日があるっていうので、そういうのを見に行ったりとか、あと動物園がまた無料らしいんですよ。すぐ動物園無料にするやん、メキシコって感じなんですけど、そういうのとか行ったり、あとはちょっとね、食べたいものがあるんで、それを食べに行ったりしたいと思います。行ってきます。プラットフォームだね、これ。ああ。わかる？そこ線路あってさ。ほんまやな、あるな。もう使われてないんやな、これきっと。多分な。さすがにもう通られへんもんな、これは。じゃあな。ただ、
ここはあれなんかな、旅客用の駅やったんかな。ね、そんな大きい規模じゃなさそうやけど、うん、発見いたしました。いらっしゃいました。どこ？おお、これか。思ってたよりはちっちゃかった。なんかでかいんかと思った。野口二郎大先生でございます。おお、漢字で書いてある。てっきりさ、バストアップの銅像かと思ってたら全身で、うん、かっこいいね。こんにちは。あ、というわけで、うん、今回はね、僕ら二人とも電気で呼んでて。そうね。で、かつやっぱ旅人にはゆかりのある人物っていうことで、うん、せっかくやから来たいっていうね、探した。野口秀夫さん、どこの出身でしょう？愛知県。何年？どこ？福島県の猪苗代町、今のね。出身で、まあ、そこから東京に出て、都会に出て、アメリカに行って研究して。へー。で、そういう中で、うん、研究の一環でメキシコに来られたっていうことで、ここに銅像があるらしい。そういうことか。そうそうそう。で、メキシコに来たのが44歳の時らしいんだけど、うんうん、その前年にはエクアドルにも行ってるらしくて、エクアドルといえばイエローカードが必要な国なんですよ。確かに。黄熱病ワクチンを打ちましたっていうね、証明が、うんうん、そこでも研究されてたみたいな。つながってるんや。そう。で、そういうこのワクチン予防接種でいうと、野口英世さん今千円札のね、うん、肖像として使われてるんですけど、次2024年上半期から誰になるか覚えてる？知ってるよ。誰？北里さんでしょ。北里さん。北里さんも柴三郎さん。また旅人には欠かせない。あー、確かに。何の研究をされてましたか？破傷風です。正解。そう、破傷風ですね。そうはね、破傷風の研究をされてたっていうことで、まあ、でなんとね、この二人、北里柴三郎さんが師匠で、野口英世さんは弟子なんや。そうやったね、確かに確かに。そうそうそう。もう、お二人の恩恵を受けて、両方ね、予防接種受けさせてもらってるから。そう、ね、いう意味ではね、もうここはちょっと避けては通れなかった。お礼参りみたいな感じ。お礼参りあの、日本一周とかしてたら、あのやっぱ伊能忠敬さん、伊能忠敬先生すごいなっていうのがあるけど、海外旅するってなるとね、予防接種大事やから。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。打たせていただきました。そして何より、うん、海外が遠かった時代にこうやってね、うん、単身というか海外に渡って研究されてたっていうのはやっぱすごいなって。確かにね。その功績がこうやって残ってるっていうのを見に来るっていうのもまた一つ観光としてはいいよね。面白いね。話で聞くだけと違うよ。実際にすごいなって。日本人の像がこのユカタン半島の日本から何万キロ離れた場所に立ってるやん。すごくない？確かに。すごいなっていう。ロマンを感じる。なんかかっこいいそこまでやっぱりね、やった人だからこそ紙幣にもなってるし、うん、っていう。すいません、なんかちょっと熱くなっちゃったそういうコーナーでした。そういうコーナーでしたメリダ観光一発目Municipal.